なんかやばいと思って、はい、今日のお昼朝これとこれとポトフ、肌触りめっちゃいい。なんか誰か見てた、ミューポンだか誰か見てた、これめっちゃ肌触りいいって。お昼まで寝てないよ今日は。お昼まで寝られてないよ。わあれ、いただきます。今来た3行で状況教えてて意味、え、配信始まったばっか、1行で終わった。でも今日夜が配信できないから、そう、夜配信できないからと思う、わかんない、ギリギリになるから、だからそう、だから今配信した。そう、うん、ん、バナナのこの先端、これってなんか、うわ来たの、なんかこうや、なんかさ、薬とか使うじゃん、あのこう、やこういうの育てるときに、だからなんかそれがここに詰まってるから、あんま食べない方がいいらしい。うんうん、うん、今年中にディズニー行ける確率は 10% ぐらい、昨日ちょうどそれタイムリーでさ、インスタあげようと思ったんだよね。なんかディズニー行きたくなってきたって、インスタあげようと思って、夜寝る前にディズニー行きたくなってきた、おやすみってあげようと思ったんだけど、なんか0時1分になったからやめた、投稿しなかったんだけど、頑張って人参とか食べよう。偉いから、いただきます。うん、本当に人参だけは無理、マジウサギになった気持ちになる。でもディズニーは12月行けるかな、でもわかんない、なんか12月、今の現状でね、まだレッスンスケジュールとか何も入ってないんだよ。12月、レッスンスケジュール入ってないのに、その時点でもう休みがもう 1,2,3,4,5,5日ぐらいしかないの。だからもうそこレッスン入ったら絶対レッスン入るじゃん、あの12月8とかもある、 7のやつとかもあるし、それ考えたら多分ない気がして、なんか悲しい。悲しくはないか、嬉しい、忙しいことは嬉しいんだけど、
顔食べない、セーラーを見てない、忙しいよがメンタリー、毎日に時なさい転ばないわ。ダッサありがとう、お米ある。さっきも聞きましたか、ビスケさんありがとう、十一ありがとう。いや、そう、なんかあんまり好きじゃない人参、本当に。水飲んでる、偉いでしょ、うちちょ本当偉いと思う、褒めてほしい最近の自分。でもやっぱりなんかさ、なんか本当に肌も綺麗にさせたいし、もうここ赤いし、なんか赤いのなくしたいし、あの痩せたいし、痩せたいが一番強い、顔痩せたいが一番強い。だってカメコとかあるでしょ、だからマジで痩せたい、本当にカメコマジ使いたい、自分の SNS で。だから可愛く撮ってもらいたいから、だから頑張る自分が。確定休み欲しいね。なんか友達に、なんか友達って本当に東京とか行かないと遊べないじゃん。だからさ、いつ休みなのってめっちゃ聞かれるけどさ、その確定休みが分かんないからさ、そう、休み、確定休みが分かんないんだよね。確定休み。でもうち今8、12月7のレッスン参加できないから遅れてるからやばいんだよ。本当にそれもやんなきゃ。見て、人参かと思ったらかぼちゃだった、嬉しい、かぼちゃは好き。もう風邪治ったのに。留学さんもらった、マネージャーさんが昨日、マネージャーさん変わったんだけど、変わったよ、自分のマネージャーさん変わったんだけど、その自分についてきてるマネージャーさんが昨日変わったんだけど、チェンジした、だけどしたらくれた、
じゃマネージャーさん買ってないよ、変わってないよ前から。今日のついてく、あ、そのついてくるマネージャーさん変わっただけ。マネージャーさんチェンジしてないよ全然。今のマネージャーさんでいい、いい自分は、あの担当のね。部屋に干してるとき清掃入って恥ずかしかった。私清掃入れてない。嫌じゃない普通に。なんかえ、うちは嫌だ。なんか荷物とか全部置いてあってさ、なんかさ、なんか信用 してはいけなくない普通に。だからさ、私は清掃入れない、嫌だ。だけど別に普通に綺麗に整えてるよ。見てほしい、結構綺麗に保ってる気がする。ほらベッドも別に普通に汚くないじゃん。まずベッドをほらめっちゃ綺麗じゃない、しっかりさ整えてる。でもタオルだけはもらう。めっちゃ綺麗だよ普通に。だから清掃いらない。ベッドの下にめっちゃ物落ちてない？落ちないよ、落ちてない、何も落ちてない。カツオたたきさんありがとう。空のマネージャーこの時期に変わらせず。違うわ、変わってないわ。え、でも去年変わったのは、去年っていうか TGC らへんで変わったから、去年じゃないわ、4月ぐらいで変わったの。4月ぐらいに変わって、今変わってないもん。てか変わんない気がする。この問題児をはその人しか取り扱えないと思う。落としちゃった。まあいいや、チェンジしようと思えばできる。なんでできないんじゃない、そんな感じ。自分では言えない。でも自分はなんか普通にチェンジした。前ね、最近はなんかもうチェンジされない。だって誰もうちのこと追えないから。絶対そう、誰もうちのマネージャーしたくないと思った。うん、そう、ゴミと間違えられてる。うん、うん、だからこねたわけじゃないよ。自分がなんか気づいたら変わってた。なんか、うん、なんか悪いことしたら変わった。知らんけど。結構ずっと自分さ、問題児だったじゃん。問題児極めてたじゃん、最初の方。最近はもう極めてないよ、別に。前はさ、めっちゃ問題児だったじゃん。で、だから多分結構マネージャーさんにも迷惑かけてて、で、マネージャーさんと喧嘩してた、よく。そしたら変わった。マネージャーさんとめっちゃ喧嘩してたのね、自分。最初のマネージャーさんとよく喧嘩してたんだけど、そしたらなんか変わった。喧嘩っていうか、自分がさ、なんか疑問に思ったことを全部言ってさ、なんかこれは何でですか、何でですか、なんでこれはこうなるんですか、理解ができないですみたいな、めっちゃ全部聞いてたから、多分それでめっちゃ喧嘩が始まって、喧嘩したりしてたんだけど、仲悪かったんだよ、めっちゃ。向こうはどう思ってるか知らんけど、うちはなんか普通に仲悪かったなと思ってて、でも今こうなんか自分のマネージャーじゃなくなったら、逆にいいなんか相談とかものなんか聞いてくださったり、アドバイスとかもくれるから、いい、ちょうどいい。だから本当に自分を取り扱うのは大変だなって思うから、今のマネージャーさんはすごいなって思う。いや、今はそのなんでって聞かないですよ。自分で理解する。何食べてる？なんか酒おにぎりみたいな、酒ごまおにぎりみたいなやつ。ダイエットしなきゃと思って。
野中がなんとか、どういうこと？掃除入れてやらかし、何それ。とりあえずありがとう。最近いい子すぎて心配、ストレス大丈夫かなとって思うじゃん。自分めっちゃ平気なの今、なんか知らないけど何もさ起きないっていうか、なんか何もなんかマジ悔しいとかそういう感情は湧くよ。あのチェキとかもさ売り上げあれ出されるからさってめっちゃ思うけど、こうやってってめっちゃ思うですよこの野郎なんで私は上行けないんだとかめっちゃ思うけど、でも、まあ、それがもうなんか自分が頑張らなきゃいけない話だから頑張るだけなんですけどって感じだから、別になんか別になんかイライラすることない。立ち位置とかうんって思ってもなんかうんって思ってもなんか変えれないじゃないですか自分は、ってことに気づいた。てかなんで最初からそれに気づかないんだろうねそれに最初から気づけよって話なんだけど、言っても変わらないし、言ったらもっと下げられるじゃん、そういうこと言ったら、文句とか言ったらっていうのに最初から気づけばよかったと思いました。うん確かに逆にストレス溜めてる説もあるよね、めっちゃ我慢してる説あるよね。でも今はなんかめっちゃ平気、なんだろう、わかんないけど、なんか普通になんかわかんない、なんかわかんないけどなんか平気、人生楽しい。なんでかわかんないんだよね。だからに、あ、二十歳になったからだ。多分二十歳になったから。え、どんな喧嘩したの？え、なんか言い合いとかかな、わかんないけど、そんな。笹崎さんどうだ、ありがとう。マネージャーさんの距離感というか立場変わって、あーでもそのパフォーマンス系でなんかいろんなアドバイスをもらうようになった自分は。でも前からめっちゃ言われてて、なんかその人が立ち位置決めてたんだけど、うちらのやつは、うちらのライブとかは、でなんか普通に気になるじゃん。でなんかなんでって聞いたり、なんでこの子は下なのにこの子は子なのみたいなことを聞くんじゃなくて、自分はこういうことしてるけどなんで上がれないですか、どこ直したらいいですかっていう言い方をしなさいってずっと言われてて、でうちはそれがずっとできなくてなんか思ったことをすぐ言っちゃうタイプだから、意味わかんない、これはなんでこれなの、なんでこれなの、なんでこれなのみたいな、なんかめっちゃ思っちゃうタイプだったから、でもそうやってずっと言われてて、でもその今のなんか自分のマネージャーじゃなくなって、なんかやっとそうやって聞けるようになった。自分はもっとどうしたらいいですかみたいな、だからちょっと普通に成長したせ、自分が立ち位置前がいいってなるわでしょ。私は油断しません。うん、わかんないな。かなえ面白いから続けてたらいつかは選抜になれる気がするよ。え、みんな普通にいつか続けてたら選抜になれるくない？だからこの昔の荒ぶった井出かなえが好きな人は今の井出かなえのこと好きじゃなくなるのかなってちょっとなんか心配、荒ぶってないから。そう、20歳になって年金払うよ、どういうこと、全然意味わかんない。皆さんありがとう。くもこのおにぎり見せた理由はなんか鮭好きだから。ライティング本当、やっぱりさんありがとう。舞台室じゃないのか、どういうこと舞台室って。正論好き加藤さん、くもありがとう。でもまだあの必然性の立ち位置でうちらがなんか
なんかバックダンサーみたいなのはまだ納得いってない、全然納得いってないし、いまだにこう踊るときになんかうーって思いながら踊ってしまう。必然性だけは許せないいつになっても。次のシングル選抜狙ってる。それは自分が頑張ればいい話だから頑張るんですけど、いやうち頑張ってるんだけどなってよく思う。でもうち普通に頑張ってるよなとか思うんですけどね、難しいですよ。BD って満足点いいと思う。何それ。リンクもありがとう。あらぶっていじられたからじゃあ少し距離をこう。そういう方たくさんいたと思います。なので戻ってきてほしい。もうあらぶらないと思う。自分20歳になってしまった。うわでもチェキはゲットしてほしい。あらぶらないから。3期の FC 何それ。でもうちがもしそのファンクラブのやつとかさ、あれ結構多分自分でやってるじゃん。わかんないけど自分の好きなようにやってるじゃんみんな。知らんけどね。なんかそうじゃない。誰かがあれ決めてんのかな。あなたはこういう、例えばノアピさんのやつだったらこういうのとかこういうのとかさ、ね、なんかなってたり、なんかわかんないけど、こういうなんかサンヤさんとかなんかお花系だったじゃん、なんか清楚系だったじゃん、そういうのとかって自分で決めてるじゃないのあれって。だからさ、自分そうなったらさ、フルーツチッパーにいそうなやつでやりたいですっていう顔面にリボンつけて、もうハートとかキラキラとかつけて、フルーツジッパーの一員になるようなファンクラブ作りたいですって言うわ。うちも作りたい。あれ何、あれど何があるの作ったら。ミドラさん、ジャックさん、ありがとう。ジャッキーさん、顔面かわいい、嬉しい、ありがとう。スピンなのにゾンビ系やばい。フルーツ爽やかも意味わかんない。お腹いっぱいになってきた。もう配信終わんなきゃ、やば。そう、ワグマピンクしたい。ワグマピンクになりたい。リアルで見るとさらに小さくて可愛い。嬉しい、ありがとう。ひろしさんくもありがとう。そう、 SNS 頑張ってる。うち結構頑張ってるよ、日々頑張ってるからさ、なんでうちさ、なんか売れないのかなってイライラする。頑張りがさ止まってないよね、普通に。でもなんかうちの自分の嫌なところ、なんかイライラするところがあって、なんか最初から自分ってこうなんか
なんかやることをさ、やってるタイプじゃん。なんか自分で言うのあれだけどさ、例えばさ、歌とかもさ、歌とかだ、パフォーマンス系もさ、普通なわけ、なんかこれでマネージャーさんにも言われたら、なんか普通、最初から普通なわけじゃん。だからなんかその分、なんかできない、やらない子とかできない子に比べて、なんか振り幅が少ないから、みたいな言われて、確かになんかうち SNS とかさ、配信とかもさ、もともとやってなかったけどさ、やる子はさ、なんか、うわ、最近頑張ってるってなるけど、うちってもともとやってるからさ、別にさ、なんか最近頑張ってるともならないしさ、毎日やってるぐらいなわけじゃん。だからなんかそれがなんか嫌だ。毎日頑張ってるのにって思う、自分も。加藤さん、加藤さん、ありがとう。え、姉さん、センターさん行けないって、なんかそれ。さあ、悲しい。来てよ、来てよ。いいよ、仕事抜け出して。キッチンさん、加藤さん、ありがとう。キツラさん、ありがとう。ミッフィーさん、ありがとう。どうやってもっと売れるかサヤさんに聞こう。私聞いたことある気がする、一回サヤさんに相談したことある気がする。あまり尖ってると損する、損することだけど、魂はずっと荒ぶったままでいてください。結構荒ぶってる今自分も。そう、ハードル上がる。そう、ミッフィーさん、ありがとう。くま、なんかさ、ここにいるファンの人たちはさ、それで認めてくれて、自分のことを好きでいてくれてるけどさ、そうそう、最初めっちゃ下手に踊、ええもう本当にさ、なんか最初自分マジ結構過去に戻れるなら最初から何もできないタイプでいたかった。最初から何もできないで、できてるって言ってるわけじゃないよ。自分ができてるって言ってるわけじゃないけど、SNS も何もできなくて、いきなり途中から覚醒するタイプでいたい。不良がちょっといいことすると褒められるけど、いつも真面目なのが偉いだろう的な。そう、それ。たっくん、ありがとう。不良が、そう。そういうこと。まあ、そう思うこともあるけど、まあ、でも頑張るだけなんで頑張りますけど、よいしょ。そう、このなんとか前に比べて発信するようになったね。そう、そういうのがなんかムカついちゃう、自分は。こっちは前からやってるんですけどってなっちゃう。だから言わないでね、そういうのは。うん、そう、この振り幅が自分ないから、めっちゃ悲しい。そう、やっほー、パジャマニキ来てくれた。やばい、本当にやばい、咳が止まらない。俺もやばい、怒れそう普通に。もっと怒ってやれ。どういうこと、誰に。ヤンキーのゴミ拾いやね。そう、そういう感じ。こっちは前からやってるんですけどってなるよね、なんかそういうの言われたら。暇な時ずっと配信するの。静岡県知事に会いに行こう。言わないでよ。家で何日目？家でじゃない、お仕事だよ。服ブカブカだね。え、もう一個大きいサイズ欲しかったけど、これフリーなんだよ。丈があんまり好きじゃない。うん。うん、そう、
アイドルは伸びしろな部分確かにある。そうだから最初からできない方が良かったってめっちゃ思う。ドッキリかかりたい。留学生ダイエットのもこれどうやって、うわやだな、なんか美味しくなさそうこういうの、うん、どうやって飲むのこれ。やばい、生誕のお手紙書いてない自分への。書いた方がいいよね。でもさ、帰る、なんか帰るのが本当に生誕の日だからさ、自分がここから帰るのが。だからさ、本当にやばい、手紙のやつとかも、本当にやばい。完璧、完璧、完璧。実際完璧で聴けないアイドルはつまらない。そんなこと言わないでよ。完璧で聴けないアイドルだって頑張ってるんだよ毎日。本当に頑張ってるんだよきっと。私は完璧で聴けないアイドルじゃないよ、かきかけ女だけど、なんかさ、アイドルになってからさ、完璧で聴けないアイドルを見てさ、なんかさ、なんかすごいなって思うようになった。いいなって、うちは好き、うちは好き、めっちゃ完璧な方が。だって完璧じゃない子見るとイライラしちゃうもん。マジ最悪だよね。あのなんかうちは完璧なアイドルが好き。こう自分がアイドルになってみて好きになった完璧なアイドルの方が。喉終わってるけど頑張って学校来て。偉すぎる本当に。マジ寝ていいよ本当に学校で。そう、会ってみてやばい、めっちゃ可愛いってアイドルいる。えでも本当にアイラフさんエグ可愛い、大好き。そう完璧で究極のアイドルが好き私は。なんか遅刻とかなんか遅刻とかおさぼりとかのなんかそういう、あやばいなんかついてそういうのがなんかそういうのとかなんか話されてるアイドルは好きじゃない。だってさ嫌だもん。しっかりなんかそういうのやってないんだなって思う。思ってしまう自分は。一回ぐらいはさ人間遅刻とかさ、まあ寝坊とかあるかもしれないけどさ、なんかそういうのをさ噂っていうかさ話題に上げられるってことはもうしょっちゅうあるとかってさ、そういうことじゃん。まあ、笑い話できるのはいいとこだけど、いいことだけど、やっぱさイライラしちゃう勝手に。イライラ病かもしんない。嘘ですよ、そんな嫌いとかじゃないけど。そう私も思うんだよね。だからなんか完璧なアイドルが自分は好き。裏はどうなのか知らんけど。私はかなちゃんのこと広めてる人に願い、もう大好き、ありがとう。ダメなところをキャラとして売るのは嫌な。どういうこと？寝坊がめっちゃしちゃいますとか。イライラしたそれ見、それ見ると寝坊してんじゃねえよってなってしまう。これどうやって飲むの？あでまだ飲まない方がいいか。え水なしで飲む、やだ。どうやって飲むの？これめっちゃ困っちゃう。そう完璧主義が好き。うんふんふんふん、うんふん、あ、やばい。うん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 、
ドジっ子キャラ苦手じゃないよ。ドジっ子キャラ別に悪いことじゃないじゃん。おもろいじゃん。だから別に嫌いじゃない。自分ちゃんとやんない人が嫌い。別に嫌いじゃないよ。アベマで京介静岡でやつはどういうこと。ああの町のやつやってたんだ。広島にも来たよね、京介の後のやつみたいな。へえ、うん、いやちゃんとやらない人に違う違う、 STU でとかじゃなくて、自分がアイドルを見る側としてなんかアイドル見てて、なんか違う、あの なんていうのなんかオタク目線になった時にの話ね。別に STU がどうとかじゃなくて、メンバーがどうとかじゃないよ。そういう話じゃなくて、普通にあの見る側としての話ね。他のアイドルさんとかを見る側のあの話の話の話見る側の話。そう、嫌いとかじゃないけど、そう、なんか、あ、そうそう、外から見た、そうそう、外から見た場合、そういうこと、そういうこと。いや最悪、これどうやって飲むの。どうやって飲むのこれ。うん、お話が始まる、あ、寝坊かみたいなやつか。それはおもろい、普通に。まあいつもじゃなかったらいいんじゃない。冬休み編の1話見てない。何それ、え、始まってるの今。教室見てない。ググろう、どんな仕事でもかな。そう、昨日のインスタント本当かかった、嬉しい。本当にやばい、もう本当にどうしようか、ちょっと飲めない。嬉しい、ありがとう。え、マフラーのやつ、あれ投稿するか迷ったんだよね、自分的さ。なんかピンとこなくてさ、自分的に。だから投稿するか迷ってたから、嬉しい、そんなこと言ってくれて。みんなああいうのが好きなのね。了解、写真撮ろう。たくさん出たい番組、え、今日好きとか。のやつ嬉しい。あのマフラーみんな好き、白買ったの自分で。3000円ぐらいした。値段とかも言わないけど、普通に飲みます。わ、無理、うん、うわー、もうポトフで美味しい、美味しく喉を終わらせたのに、これで美味しくなく、うわー。治らないけど全然。本物の龍角散で比べ、え、私龍角散の方が好きなんだけど、本物の。え、龍角散の飴でしょ。龍角散の飴が好き。そう、インスタ気まぐれで返信してるから、なんかコメント毎回しててほしい。コメント毎回したら気まぐれで返信するから。でもこのなんかもう投稿してすぐに返信するから、このなんかもう、うわ、返信してるからコメントしようとかのやつらは返さないですよ。いつもなんかカナウのために返信してくれて、こうやって言葉にしてくれる人に対して返してあげたいと思う。
なんかうわ変身してるから変身しようみたいな、まあ、嬉しいよ、ああの嬉しいですよ、めっちゃそうやってコメントしてくれた。でなんかいつもしてよって思うからそう、ホモナコなんで、え何する、聞いたことない、アメしか知らない、いつもよくどこで買ってるの、どうだろう、えでも本当に本当になんかなんかえめっちゃグレール、え自分で買ったのはグレールね、結構自分で買ったのはグレール、あこれはなんかレトロガールみたいな、安いよね、安いお店、そんな高くない、だってこれ3なんか3000円が半額になってた、なんか1500円とか安かったんだけど、レトロガールって書いてある、そんな高いもの買わないよ自分では。あとはでもファンの方がプレゼントしてくれるのはなんか自分では買わないようなものとかが多いから嬉しい、なんだろう、なんか本当にパルコに入ってるお店とかでプレゼントしてくれるお洋服とか多いから嬉しい、だからそう、でも自分で買うときはいつも、えでもこのお店最近めっちゃ多い、このレトロガールみたいな EMS みたいな、なんかよかわかんないんだけど、そのお店の名前がなんか袋に EMS って書いてある、何 EMS って、ん EMS だっけ、あちょっと違う、待って待って、それじゃない、あれそれだよ、え違う、レトロガールって書いてある、あれ違うか、なんかパルコとかなんかあるやつ、そこでめっちゃ買う、だって安いから、そんななんかなんか高くも安くもないし、なんか安すぎるとさあんまり良くないのとか多いけど、平気マジで、そこのお店安いけど平気みたいな感じだから、陽気なんですよね、めちゃめちゃ陽気なんですよ、そう価格帯なんかさ自分では買えない服をみんな買ってきてくれて嬉しい、スーパーだと何買うこと多い、コーラ、じゃあ配信終わりにします、ちょっとやばいので時間がやばい、めっちゃスピンだった、こうやってやったら13位ミフィーさん、12位ステラさん、11位ダースさん、10位ことたたきさん、9位キッチンさん、8位しおり、7位ひろしさん、6位たっくん、5位加藤さん、4位天式さん、4位リ3位りさん、2位ピスキさん、1位やっぺりさん、ありがとうみんな、ありがとう、頑張るね、なんでインスタ毎回コメントしてください、コメントとかは本当になんか何でも嬉しいから、コメント系はたくさんしてくれたらカナウが喜ぶ、めっちゃ X もそうだしインスタもそうだけど、カナウめっちゃ喜びます、やってくれた、えなんか赤くなっちゃったんだけど、何これ、ありがとうありがとう、みんなおやすみ、おやすみじゃない、頑張ります、バイバーイ、バイ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 、生誕祭ここにさ、なんかハートのキラキラとかつけたら怒られるかな、まあ、いっか、内緒でやれば、ジンさん、クマありがとう、バイバーイ、最近髪の毛が茶髪なんだよね、わざとじゃないよ、練り梅食べよっと、後でバイバイ、練り梅でした、最後の発言、はは